ああ、こんばんは。今週も放送やっていきたいと思います。今週の四季の細道ちょっとやり方変わるみたいなので、来週のね前夜祭に向けて前夜祭やる大会の方式でやっていこうかなと思ってますので、まあその方は9時過ぎぐらいですかねに始められたらと思いますので、それまで今の試合発生してないですけどの試合の方様子楽しんでてください。
はい。Round 2, fight!
あ、すいません、お待たせしました。じゃあ、四季の細い道やります。今日ちょっとルールが違うんですけど、何が違うかというと、まず乱入するときにキャラを決めてもらって結構です。で、負けた人は最後尾に並び直して、で、このみんなからもらったエントリー費、これがなくなるまでひたすらやります。だから2回とかじゃなくて、このお金が尽きるまでとりあえず今日やってもらおうかなと。で、連勝数が多い2人が決勝戦、そこは変わらないです。というわけで、まあ、最初、いろはさんと小江堂さん、じゃんけんでワンピーツ、最初だけじゃんけんでワンピーツ、ツーピー決めてもらって、キャラはじゃあその最初の2人だけそこにいるうねくんに申告してください。あ、2人のキャラ聞いてあげてください。はい、 1P、2P を紳士的にじゃんけんで。なんでもいいんで、立っちゃった。はい、もう2人が申告通りキャラ選んでれば、じゃあ始めたいと思います。第39回四季の細道特別編ですね。さあ、1P側がイロハ・エスバルログ、 2P 側が小江堂さんですね。さあ、変なところでヘッドプレス踏んで、はい、クローにお釣り、削って削って、さあ、中 P フライ投げ、まずは小江戸さん1ラウンド、ハイクローにお釣り、高めから固めて2位で削って、爪が拾えないので、さあ、最高ゼロドット、さあ、固め投げ、最後はジャンプ中パンチ、まず小江戸さん一勝ですね。
四季の細道第39回、今日は特殊ルールで、キャラ選びは、自由という形になってます。でクレジット3ターンが尽きるまで戦って、勝ち数の多い2人と戦争という今日は、そのルールになります。さあ小江戸さんのデータと、お姉ちゃんさんの剣ですね。あこれ巡ってさあ波動拳最高、これガードを投げる波動拳ここで勝利を決めて、あ素晴らしい、この中さん1本取り返しました。さあ3本目近づいてきましたね。ロケットしかしここで今の小江戸さんの三段素晴らしかったですね。じゃあこれで、次が破天荒さんですね。さあ、次が破天荒さんですね。先週の活躍が非常に素晴らしかったこの破天荒さん、さあ今週はおおいけない、開幕ショーパンチ素晴らしいですね。そんなの波動拳ビビリ波動拳、そして小江戸さんの笑顔も非常に冷静に見ながら飛ぶというところで、ああ今のいいですね。あそこでさあしかしロケットが少しそこで昇竜拳、ああここでお手玉きたか。あしかし勝利出してしまって小井戸さん冷静な試合運びで1本取りました。さあ4目ここで転ばして、さあそこでやる、さあ足を打って、さあ端に追い詰める、さあもう1回やる、あしかし勝利出してしまって、さあここで、あお手玉、あ素晴らしい冷静な運びでこれで小井戸さん3連勝目ですね。次が山本さんですね。さあ次は山本さんですね。さあ山本さん、じゃあ竜をやるかチュン竜をやるか、さあどっちだ、それともおっと竜をやる、しかも今日は X 竜で、これは意外ですね。最近はスーパー竜だったんで、さあしかも今日はお失敗ロー、さあ波動拳、おめぐり今のいい、さあそこで見て少してやって、波動拳やって、あ今のショーパンチいいっすよ。あしかしデモリュー出してしまう、さあ2本目開幕で、あ今の防ぎながらそこで投げる、小枝さんのこのベガのこの攻めが素晴らしいっすね。この上段下段の味覚のやり方が相手は戸惑いますね。さあこれで小江戸さんが4人抜きで、次が新谷さんですね。新谷さんがここで何を出すのか注目ですね。
さあ、宮さん、今日はあと、ホンダをやるとは。あ、ホンダできた。さあ、ホンダの宮さんがホンダで、小田さんベガですね。さあ、これは張り手で攻める。あー、最高、張り手で防いで、さあ、これさあ、今度1回で、あ、これ張り手。さあ、最高、うまくガードして張り手で攻める。さあ、ベガとしては非常に厳しい戦いになるかもしれない。あー、素晴らしい三段の、これは宮さんが1本取りました。さあ、上になって、さあ、お手玉が来て、ここから正面から来て、さあ、上に来て、さあ、ここからオフィシャルコパス。あー、さあ、大一を来て、安定的な試合運びで新谷さんが、一人抜きですね。次は自分ですね。終わってしまいました。これでニーヤさんが2人抜きで、次がヒカルさんですね。さあ、ヒカルさんが出すのは、バルログですね。圧倒的な試合運びで一本取っております。これでさあ投げる、組み合って、さあ今日どこの、さあこれさあ組んで、さあ掴んで、これで銀屋さんが3人抜きですね。じゃあ次がスーさんですね。さあ、スーさんのキャラは、さあ、ダルシムか、ダルシム、エクスダルシムに来ました。スーパーリュウでなくてエクスダルシムですね。ここでサドリルを割って、離れた前で、あ、今のパンチしまずに、さあ、プレー、さあ、上に蹴って、さあ、そこでパンチ。あー、しかし今の大一丁で投げる、そこで追い詰めて、さあ、ここからすればダルシマ非常に怖い。こういう時の展開は何が来るかわからないですね。その辺の怖さが、その誘い方がニーヤさんのホンダのすごいところですね。あ、今の開幕ハンドルに素晴らしいね。さあ、そこで飛ばして、さあ、手足を出す。さあ、体力的には若干よりは、さあ、今の精神的に来てます、来ますね、これは。さあ、これガードして、さあ、しかしセッカンで、さあ、これはまだわからない。
上にやる。張り手をやってこれで4人抜きですね。次がうねさんですね。さあ今日はさあうねさんのガイル。さあこれでどういう展開になるか。これは怖い。おー、しかしこう後ろに投げる。あー、しかし上から来て一本取りました。シャソニックになる。シャソニックソニックさあ、どん投げる。さあ、これはお姉さん、さあ、これはいけるか。さあ、ソニック非常にウメガイル我慢強くなってる印象があります。さあそこでここでさあダブルサマ素晴らしい。さあウメさんがこれで1本取りました。さあ3本目、ね、あしかし張り手張り手このプレッシャーがすごい怖い。さあソニックダスコーバス。あしかし今のサマは誘ったのかすごい。あしかし逆投げ。おお今のパンチいいですね。残りが体力は少ない。さあソニックやってきました。しかし怖い、非常に怖い。これはどうなる。さあいけるか。うわ怖い。残り、おっとこれは残りお互い。ああ今のチャンス逃さなかった。すばニアさん素晴らしい。これで5人抜きですね。さあ次はセロテープさんですね。さあここでセロさんが何を出すかが注目ですね。ザンギですかね。ザンギですかね。これおーザンギだった。てっきりスーパー剣じゃないかなとか予想はしてたんですが、さあ待って。おーしかし今の吸い込み。さあダブラリー。しかしこれ当てる。さあダブラリーで、さあここからめくろうとしたところをうまくかわす。この突進っぽい。そうしかしそこをスクリーで回す。さあこれはああ今の攻防すごい。さあしゃがみ切りで、さあ組み寄って突進。ああ投げる。さあこれは怖い展開。さあこの百裂の手が非常に怖すぎる。さあおお今のいい場面でしたが、ニアさんが取れました。さあ2本目投げて、さあドスコイで転ばす。でさあもう1回、さあそこへ3回目回す。さあめくって、さあこっからダブラリー。意味なんとも言いようがないこの蹴りで。さあ今のはすいたところだ。さあしかし張り手。さあこれでニアさんが冷静な試合込みで6人抜きですね。さあ、次が、田村さんの残機ですね。田村さん初参加ですよね。四季の細道はそうですよね。さあ、これはすごい勝負が見れそうだ。さあ、これで、さあ、さあ手に足に握る。非常にじりじりとした展開。さあしかしここで投げる。そこからまだわからない。あーしかしハリテレピョって3段入って、あーいいぞーい、すごい。さあ2本目、さあ後ろ、あー転ばす。さあもう転ばした。さあこれはさあ来た。これは田村さんすごい。おーっとさあパーフェクト勝ち。さあ1対1、はい、さあじゃあショッパンチでやって、さあこれは緊迫したすごい展開。ゴミをやる。さあここからどうなる。さあこれはトップを来る。
なくて、さあ、ガード、これ全然さ、さあ、ダブラブやったるよ。さあ、これはまだ分かんない。いっぱい。これでニーヤンさん、7人抜きですね。さあ、次は、ペコさんですね。さあ、ペコさんが何を出すか。さあ、ペコさんは、今日は X 剣ですね。S 剣ではなくて X 剣。さあ、さっきの試合でかなりやられておりましたが、さあどういう展開になるか。波動拳。さあ、しゃがみ中間。さあ、波動拳。さあ蹴る。しかし今のすごい展開でした。ペコさんのこのしゃがみ台蹴りが非常に、この蹴りがいいですね。さあこれをでどうやってニアさんの本田を崩すか注目ですね。さあ勝利拳、波動拳、波動拳、ハドウケン、ハドウケン、ハドウケン。さあ、昇竜レッパーをかわす。しかし大パンチ。この辺の動きはまさに S 剣のそのものっていうか、非常にやっぱりペコさんすごいです。大パンチ。さあ蹴りをやって、ハドウケン、ハドウケン、ハドウケン。この大足の差し飛び具合が素晴らしいですね。さあ、ニアさんが体力かなり減ったがまだわからない。そこで投げて、しかし大昇竜で、これでペコさんが一人抜きですね。さあ次が川島さんですね。川島さんの残技ですね。しかし開幕パワーボームしてたところをうまく冷静に後ろに下がる。さあ足をお互い当てたいところをペコさんがやっぱりその間合いの取り方がそのままですね。この辺の取り方はが X 剣でどのようにもっとうまく発揮されるのか。しかしでも川島さんもその大蹴りのこの辺の転がし方が非常にうまいんで、さあ中キック当てる。さあ昇竜拳をかわす。さあコンバス、まだ分かんない。そこでさあこれ、さあ波動拳が当たる。さあダブラリー。さあ今の避けたところを手掴む。今スクリュー吸いたかった。これでやって波動拳、初期やって飛んでしょう。さあ残り12秒。パワーボムやってしまった。さあ初期、しかしそこをペコさんが狙いすました。このような大昇竜で1本取りました。さあパワーボムをやって出す。さあダブラリー、スリーパンチ、さあそこでスクリュー、これでパワーボム。さあ残り足りない。今の吸いたかった。しょさあやばい。来ちゃう。危ない。川島さん怖い。これは今のペコさんのこの辺が怖い。全く油断ができない。さあ12秒、このままこのまま、逃げ切る。しかしハードを踏んでしまった。昇竜連覇。ペコさんのこの少し勝負強さが出て、これで2人抜きですね。さあ次は小右衛門さんですね。さあ小右衛門さんが、フェイロンですね。
さあここから配信人が出るか、それともペコさんが1戦でこのまま連勝になるか。さあフェイロンのこのいかにして、さあハイハイ当てるか。さあこう畳み込む、素晴らしい。あーしかしこの勝利拳、今勝利拳素晴らしい。そこでこれもその位置、さあ狙いすましたからに非常に素晴らしい。ネッカで1本取りました。さあ神田加藤拳、さあどうも、さあピコさんの差し込み台足取って、そこで勝利拳、しかしこう、さあはいはいはいとやって、さあさあこれはもう、さあフェイロンの非常にいい展開、ゲージも止まる。あーしかし今の避ける、これまだ分かんない。あーしかしうまく誘いながらこの波動拳を出して、大将、あーしかし今のいい、さあそこで、さあこれ、あー熱波が出た、うん、さあ3本目、何やって、さあ今の手足、さあそこで波動拳、あーしかし踏んでしまう、しかまだ分かんない、小山さん頑張ってほしい。そこでさあやって、さあめくる、しかしもう昇竜拳、波動拳やって、波動拳、あーこの攻防は怖い。さあ壊ました、さあここからどうなる、しかし今のシューパンチ、まだ勝負は分からない。さああれか、さあこれは小山さんかなり心理的有利、さあ素晴らしい今の誘いで小山さんが一人抜きです。素晴らしい。さあ次はいろはさんですね。さあいろはさん何を出すか。さあ本キャラエスガイルですね。はい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 と、素晴らしいこの小山さんのフェイロンのまさに素晴らしい動き、で投げる、冷静に1本取れました。さあ2本目、さあはいはいと、さあソニック当てる、ソニックさあ小山さんの S ガイルがどうやって攻めていくか、しかしここ止めすか、これ噛みかけて、さあこのフェイロのこの動きが、さあこの波線のこの動きが全く読めない。さあこれで小山さんが2人抜きです。さあ次が、オネチョさんですね。さあここでオネチョさんが出すキャラが X 剣、ああそう、3日剣当たる、これ、さあオネチョさんうまく後ろに逃げて、そこでカード、ああすごい、あ今の蹴り、オネチョさんこれ素晴らしい。さあこれ検査、うまくガードを、さあ職務切り、波動拳、このフェイロンからすればどうやってこの剣をうまく誘い込んでの、この手の伸びの誘いが素晴らしい。波動拳さあはいはいはいと、この小山さんのフェイロンのボードです。さあ今の蹴り、小野下さんの今の剣の蹴り素晴らしい。さあここで、さあここ転ばす、さあかなりいい展開、さあ勝利レッパー、素晴らしい展開で小野下さんの剣1本取りました。さあ3本目、さあ波動拳、
本拳はい、入っとる。投げる。これで小山さんが3人抜きですね。次が破天荒さんですね。今の大勝利。さあこれ、さあめくり竜巻をしかしリックに返す。さあ投げる。さあ来た、このヘイロンのこの攻防がまさに芸術的な動きで1本取れました。踏み込み込んで昇竜拳踏み立て、さあ今のめくり素晴らしい。これで圧倒的早い展開で小右衛門さんが4人抜きです。次が山本さんですね。さあ次がゆうめがさんですね。さあゆうめがさん、ぶんめがで、さあこれは注目の対決。なんかスロテープさんに煽ってと言われてますけど、僕はゆうべかさんに頑張ってほしいと思ってます。さあめちゃくちゃです。さあこう、何でしょう。さあこれ下から蹴る。このベガとフェイロンの対戦は見てて緊張しますね。そこ投げる。つまりラウンドの1ラウンドで、つまりもう点を読めてて、やっぱりその上級者同士の対戦というのは非常に奥が深いですね、見てて。さあゆうべがさんと小右衛門さんの注目の対決、これは全く展開が読めない。待って、投げる。さあ待って、しかし今のミクガードする。さあここで蹴って、さあここでゆうべがさんが逆転になるか。さあ蹴って、さあここで運命投げ返す。さあ最高へ行こう。さあ前これが、これで五右衛門さんが5人主ですね。さあ次が山本さんですね。さあ次はほぼ山本さんが龍ですね。さあ龍、さあ小右衛門さんのさっきからこの芸術的な素晴らしいフェイロンの龍の舞が見えております。まさにこれはもう ドラゴンバードの実験と言わんばかりのドラゴンバードの実験と言わんばかりのこのフェイロンの動き、大変でしたね。いやでも小右衛門さん素晴らしいっすね。後からベガ系のボスさんがベガ警察がいっぱい来ておりますね今日は。さあここで、あはいはいってやって、しかし勝利拳当たる。こうやって、あー今の誘いはうまい。いやーこれで小右衛門さんが6人抜きで、新谷さんと同率6人抜きですね。さあ次が小右衛門さんですね。
さあ小井戸さんが何をですか。さあ小井戸さんのベガおー今の登り切りさあこれ投げるとここまっすぐ3人目やってはいはいはいと1本取りました。ポイモンさんの素晴らしい動きで3人やってめくりをしかしガードをするで、これ終わってやって、さあはいはいと小右衛門さんがこれで1位7人抜きでしたね。次自分ですね。頑張ります。はい、こんばんは、山本です。1P 側の小右衛門さんが連勝中で7連勝ということで1位タイですね。7連勝で1位タイ、もう一人同率1位が、ニアさんです。ニアさんホンダですね。で 2P が、タッソさんの竜ですね。結構フェロンに対して竜は有利な感じに思えますが、まあ、ただこの劣化圏ですね。3発きっちり入っちゃうと相当減りますからね。惜しい、惜しいですね。いやでもやっぱり小右衛門さんですからね。ここはきっちりミスは少ないですからね。どう押していくかですね。おっとジャンプ中盤3発きっちり入れて、あっと昇竜拳に支援客、これで1位ですかね。8連勝目。で、次はヒカルくん、バル。あ、ちょっと多忙なので一旦飛ばします。牽制で、牽制球で、2ピットモーザーさんのベガですね。ラウンド1ファイト。はい、あれですね、と、ゼロドットから、あれ ?1 ドットあったのかな?パーフェクト勝ち。よくやられてる組み合わせなんですかね?どうなんでしょう?これ確かベガの方が、あ、フェロの方が有利なんじゃなかったかなと思ってるんですけど、定かではありません。めくりが刺さって、おっとサイコ踏ませて相打ち OK と。はい、ヒカルさんが牽制ですね。モザさんが勝って、HP がスーさんのダルシム。ね、
あれですね、スーさんのダルシムは自称竜専用だって言ってますけど、いや竜拳専用だって、自称竜拳専用だって言ってるんですけど、本当かなと、もうちょっと有利な組み合わせあるはずなんですけど。ちょっとでもベガと組み合わせた時どうなのかなと、自分も分かんないですが、まあ、ダルシムの方が有利な気もするんですけどね。おっと最後はインフェルノですね、ヨガインフェルノ削り切りで、ドリルから、開幕ドリルから、おっときっちりダブル2まで、ちょっとね、僕がなんかが言うのもおこがましいんですが、皆さんすごいコンボがうまいですね。で空中で拾っておしまいと。ここでやっとこさ、ヒカルさん登場ですね。ヒカルさんね、バルログですね、相当バルログ有利なはずですけどね。ざっくり刺さって、やっぱ強いですねバルログ。これおっと削りか、おっバク転で逃げまくったが、最後はホバー、まあ、トモサさんもね、あっさり削りにはいかないというスタイルで、おっと爪が刺さる、ちょっとね、やっぱ爪が刺さり出すとドキドキしちゃいますからね。2分の1ガードでしたっけ、裏か表かみたいな、まあ、ガードかガードじゃないかっていうね、投げもありますからね。惜しかったっすね、惜しかったっすね。1回投げが入れば終わってたんですけど、そんなチャンスは訪れず。で、1P 側、トモザベが勝利で、1P 側、ウネガエル。ウネガエルですね、最近メキメキなウネガエル。なんですよね、硬いんですよね攻めが。おっと開幕垂直ジャンプジャックキックでヘッドを止めましたね。ジャックはね、やっぱり判定が出しっぱなしになるんで結構強いですからね、いろいろ止めるのに。おっとめくられて、どうだどうなんだ、おお最後は大キック大キックで友田さん勝利、友田さんが今4連勝で、続きまして HP セロテープさん、セロテープさんはお迷いなく次キャラザンギエフを選択。
っと一気にめくりボディからピオリまで、おお、そうですね、トモさんが1ラウンド目は強いとスルテフさんからうざいと怒られてしまいました。体力が少ない、なんとか距離を縮めたいが厳しい厳しい。画面端、ここで一気に勝負を決めたい。おっといった、なんと3ラウンド目も強かった。で続きまして、続きまして、で今日はプレイヤーネーム田村さん、から始まるわけではなく田村さんの残機体験ですね。ゴブですね、これはね、同キャラなんでゴブですね。非常にちょっと同キャラ、あの持ちキャラじゃない同キャラ対決ってコメントしづらいところがありまして、どうなんだろうどうなんだろうっていうところですね。おおお、チョップ2回、おー、あゆちオッケー。やっぱ1ラウンド目には定評のあるセルデフさん、続いて2ラウンド目、さあ、殴られて返す、始まらつい攻防、これこのマノキ効果はどうやって、あー今ダイヤスを差し込む、中切り、ガルダリー形切り、あーこの田村さんのこの蹴りのバリエーションの変化がしました。お、しかしさあ来る、素晴らしい、素晴らしすぎる、さあすごい、さあそうですか、仮抜き、いや今のは本当に素晴らしいですね。さあ次はニーヤーさんですね。さあニーヤーさんがここで剣ですね、さっき聞こえたような気がするんですけど、あ、本当に剣を出しました。さあここでスロさんが3人抜きになるか、あ、この草さんがコメントで書いてるこれが焼肉の力だと、4ばかりのこのスロさんの快進撃、素晴らしい。あー、しかしスローさんのこの波に乗った時のスローさん本当にすごいんで、今のさっきの展開からするとあり得ることが、展開が見えるかもしれません。あ、これさあ冷静に吸い込む、つまり作動圏、あー、しかしさあ頑張ってください、さあ、あー踏んでしまう、あーパワーボムを狙ったが冷静に勝利点を返しました。さあ3本目、ここで大ギリ勝ちまして、ラビーくさあそこを狙して飛ばして、あー今スクリーンを収縮した、さあすこの回ろうとするところをニアさんが今冷静に見てるとか、そしてさあピヨッタ、ここでマジで、ニアさんが振り抜きです。
さあ次が、川島さんですね。さあここで川島さんが何を出すかどうかっていう、ちょっと待ってくださいね。さあ埼玉県銀座市のデータの式から熱狂のライブでお届けしております。さあ川島さんのダルシムと川島さんの剣、さあダルシム剣、これは剣はかなりきついが、しかも川島さんのこのダルシムで新山さんの剣がどうやって対応するか。ファイヤー、あーこのドリルのバリエーションの動きが川島さんのすごいところですね。この二択選択肢の宮さんの素晴らしいところがどうやって川島さんのダルシムを崩していくか。シュルケン、さあシュルケン、全ての観衆が手に汗握ってじーっと見守っております。ここでさあ大丈夫ね、これ投げる、さあ手を出す、投げて、そこでグルグルやる、川島さんが攻めてるようでちゃんと待つところは待ってるという部分で振り抜きです。さあここら、さあ次はペコさんですね。さあこれも注目ですね。さあペコさんがここで誰を出すか、S剣か、それとも違うキャラか。さあ、ペコさんが S 剣、本気で出しました。さあ、ここからダルシムとどういう展開になるか。部分もあります以上にこのペコさんのこの攻めのバリエーションの選択肢すごいですよね。しかし川島さんも冷静にインタビューして1本取っております。さあ2本目キック、ファイヤー、さあ叩きチョップチョップ蹴りを消して、そこに投げる。やっぱりこうやって見てるとペコさんの S 剣はためらいの動きがないところですけど、しかしこう川島さんのダルシムが冷静に見ながら、さあちょっとやる、さあフレーム、さあアドリルでこう3段で、そこがペコさんのピンチ、あーいえこの最後のところで川島さんのうまく冷静なところが出て川島さん2人抜きです。次がいろはさんですね。S ガイル、さあこれも注目の対決。さあ三上君、しゃがみ台蹴りを受けてスライディング、さあこれ蹴りでうまく距離を詰めていきたいと思います。川島さんこの手と足のバリエーションでじりじりと近寄らせて、心理的にの焦らせを焦らせながらどうやってうまくいくか。さあこれ飛び込む、あしかしここでファイヤーいる、あプレイングファイヤー、ファイヤー、さあしかしさあエスパコンを出して、やはり川島さんのこのダルシムのこの攻撃的なリズムで非常に戸惑ってしまう。ドリルで近距離で近づいて手をすかさず出す、なんて言いますか、相手側にプレッシャーをかけるという考えさせる暇を与えさせないようなこの川島さんのダルシムが素晴らしいですね。しかし今のいろはさんのちゃんとしっかりと見て、
食らわないところ素晴らしかった。そこで刺身限定刺身肉、刺身肉でさあ、いろはさん頑張ってほしい。さあ、これこの人さんまだ全然逆転あると思ったが、ここでスライディングを決めて、川島さんが3人抜きです。次が米津さんのバイソン、これは非常に注目の試合になります。ね、そう投げる、さあ、ガシムさんのモンガルシムが近づけさせない。さあ、当てる、さあ、そしましさあ、ここで当てる、さあ、ここからどうなる。あ、しかし、ここは当てない。あ、しかし、受ける。ここで川島さんが1本取っております。さあ、オムチョさん頑張ってほしい。ここで、ここでいい、すごいいい展開。さあ、ここで行けるか。ここで手が伸びる。優先に見ていて、さあ、オムチョさん1本取りました。さあ、これは注目の3本目。オムチョさんも素晴らしい、この攻めのバイソン。さあ、ここで逆転が何か。さあ、ここで攻め出して、あ、しかし上がいい。さあ、ここからどうなる。お互いゲージが、おー、素晴らしい。さあ、これで小野翔さんが締め抜きです。さあ、次が、破天荒さんですね。さあ、破天荒さんの竜と、小野翔さんのバイソンになります。さあ、竜とバイソン注目の対決。さあ、こうやって竜の竜に昇竜もしくは血押しで誘って、あ、当てるのがこのお店さんの素晴らしいところ。素晴らしい一本取っております。さあ、手が伸びる伸びる伸びながら、うまくこの昇竜のところを返そうとする、その誘いが非常に素晴らしい。さあ、しかしそこ破天荒さんが投げて、さあ、ここから逆転、しかし試合してきて、さあ、プレイしてきて、安定の2人抜きになっております。さあ、次が次が、ゆうべがさんですね。ベガさんのベガとオネチョさんのバイソン、これも注目の対決。さあ、今のしゃがみ入れたのが素晴らしい。さあ、ここでさあ、しゃがみ込む、そこヘッドに返しますので、こうやるところをしゃがみ返して投げる。でゆうべがさん1本取りました。さあ、首を出しでプロール。さあ、中野さんがね、で、引けちっと削って、さあ、すごいゆうべがさん1人抜きです。
次が山本さんですね。さあ山本さんが次は、おっとチュンリーを来た。クラゲを出す、クラゲを出す、100列クラゲ、そこで15枚で投げる POL、パシー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 と、ユミルさん、圧倒的に1本取りました。さあ、上り蹴り、これで2人抜きです。と次が小江戸さん、小江戸さんですね。さあここでベガベガの対決なのか、それとも違うキャラを出すのか。さあベガベガになりました。さあこれも注目の対決。今日の式のおさみじ第39回、非常に上級者同士の素晴らしい試合が繰り広げられております。畳み込む、さん逆転で1本取りました。次自分ですね。行ってきます。はい、ツーピー側がタストさんの竜ですね。今のところユーベガさんが3連勝。はいはいはい、あ、そういうことですね。今企画のセロテープ様からですね、皆さん徴収した参加費がなくなるまで続行という気持ちでいたそうなんですが、あまりにも余りがあるため、今日は適当なところで時間できるということに変更いたしますというアナウンスがありまして、まあ、で、はい、はい、あ、そういうことですね。一人最低2回はプレイできるようにというところで、で、あまりは返却ということで、早もん勝ち返却ということにするということですね。ユーベガさん勝利で4連勝、続きまして小右衛門さんフェロン、お、ユーベガさんのベガ対小右衛門さんのフェロン、すごい組み合わせだね。
モンさんのフェロンがまず1本、はい、これあれですよね、お互いにやり込んでる組み合わせなのかなというところですね。ちょっと私の口からは何とも言いにくい次元が高い話なんで、ちょっとヘイロンカーをしているか、ベガの方が不利なのかな、この組み合わせ。お互いに弾はなしと。おっと、最後は、レク逆ですね、レク逆から曲げですね。ヘイロン怖いですね。打撃と投げがバランスが良すぎて、
ベイビーアンサンブベイビープレイアクマクマプラスユーズセーフトコールどういう意味なんですかね。すごいですね、サマーを誘って。おお、絶対ミスない宣言、さすがですね。はい、なさそうな絵面になっちゃうんで、手のひらを、上にしてちょっとね、違います、好きです君でも。基本的にはやっぱメガ側は谷な感じになっちゃうんですね。そこにザンキはラブラリをこういう風に合わせたい。ダブルダウンを取ったところ置き攻め、おっと逃げ切った。これで予選終了。はい、じゃあ決勝はゴモンさんとニーヤーさんの、これあれですかね、三先的なやつですか。
いや残念ながら連勝したキャラでお願いしたいですね。画面上はね、縦横無尽にフォークが暴れ回ってますが、ここで一旦仕切り直しということで、1P が、連勝数多いコエモンさんが 1P を取りました。で、2P がニアさん。キャラは連勝したキャラなんで、コエモンさんはフェイロンで、ニアさんがホンダと。やりたくない、やりたくない。お互いになんかマイナスな発言をしてますが、とりあえずやってみようかみたいな感じですか。おっとピヨッタン、まあそうですよね、大一郎からの。おっとなんかが出てたがサバオリで頭突きが刺さって削りなのかな。これあれですね、フェイロン的にはつかずが歩って支援できるか投げかみたいな、やれば結果圏サンバス当てたいみたいな感じですけど、むしろあれですね、ホンダはもう近づいてきたらもうあれですよね、頭突きもあるし奪還もあるし、大一郎って投げちゃうっていう手もあるんで、至近距離ホンダも得意なんですよね、多分フェイロンとホンダも両方得意。お互い弾はないけど無敵技はあるな。他の方がコマンド投げがある。おっと若干ピヨるのか、ピヨらない、逆はピヨるけど、大百列で前へ出ながら出ないよと宮さんが叫んでますが、何が出ないのか僕には分かってません。何かが出てないと思うんですが、100巻強いですね、100巻上りも強いですからね。支援大わざと出しましたね、着地タイミングをずらすために。おっとやっぱりお荷物は切る、2発目を。お荷物をなかなかあれですからね、ヒットする方が珍しいっていう技ですからね。お荷物より頭突きの方が強いんじゃないかと私は思ってます。おっといいように削られる、だがループはしない。おっとブッパの突きを若干で止めた。で2本目は、このマンが取りました。強さイーブンの分からないです。パンチが出てたので話ではない。で、3発もらってしまった。おいちょ。
と次おっと百列を切った。連続で、で、これをこれまでに、おっと、裏表裏表、素晴らしい選択肢ですね。2回からもう一度です。スピでピオらせて惜しいですね。バレルの連続が逆にホンダの連続がだってあれぐらいしかないのかなっていうぐらい踏み込みからの逆足続き切りますね。支援で切りますね。切られるため百列も出し切る感じではなく途中で止める。で両者 2-2 でニアさんが取って2本目取って 2-2 リーチですね。これ泣いても笑ってもこのラウンドというかこの試合で勝敗が決まってしまいますね。これドローって場合はもう一回ですね。ドローじゃない限りはラストがドローじゃない限りは決まってしまいます。まあ、まれですからね、そっちは。おっと、最後は着陸出し切り。手の先を燃やされてしまうかもしれないため、出し切りも、しかも怖いですね。やっぱり鬼武装は切られる。鬼武装はガードされて2回目が切られてしまう。当てたいところ。うわーすごいですね。次見てから新客。うわめちゃくちゃ切ってきますね。最後は投げ足輪で出ました。ホイモンさん優勝ですね。ハンモン選手おめでとうございます。本日第39回2017年7月28日、四季の細道、エクストラ何でしたっけ。川越街道エクストラ、第39回目ですね。対戦会、対戦会ホイモンさんフェイロン優勝ですね。おめでとうございます。ちょっとヒーローインタビューかなんかいただきたいんですけどよろしいですかね。ちょっと一言お願いします。いや見事なペロンでした。支援客バンバン来てましたけどあれ見てからですかね。あボタンだけなんで。ボタンだけ、はい、なるほど。コマンドを入れて入れていらっしゃる。ボタンだけやれば。あれですねライト操作とかじゃないですよね。そうですねちゃんと入れてます。ちゃんとコマンドなんで。素晴らしいですね。ワンボタン。なるほど押すだけなんです。でもいやなんかガードされてる面があまり見えなかったように思ったんですけど、まあね、見えた時だけ押すから。あー相手の技をやっぱり見てるからですよね。そうっすね。そうそう。いや反応すごいですね。そうするとあのね女の人がパンチラ見てんのバレてますよって言ってんのと同じでそれバレてる時しか気づかないじゃないですか。あそういうことっす。ガードしてる時は押せてないだけなんで押してる時は燃えてるっていう。それだけ。ちょっと高度すぎて今理解が不能だったんですけど。いや多分後で録画見れば分かります。なるほどなるほど、はい、ちょっともう一度ね自分の中に反復させてもらいたいと思います。すいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はいおめでとうございました。で一応本日の配信はここまでで終了ですかね。あごめんなさいマイク終了ですね。ネット配信はまだ続くと思いますんで対戦台空いてます。使っていただいて構いませんので。じゃあ一旦失礼いたします。
Fire!
こんばんは。放送の方ですが、23時になりましたので、次の試合お会い次第、放送の方は切りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。また来週も、前夜祭です、その様子放送しますのでよろしくお願いいたします。それでは皆様、あともう少しお楽しみください。お疲れ様でした。これでは、これで放送は切ります。お疲れ様でした。